洋平の人生は売りで決まる。このポッドキャストはベストセラー床屋作家でもあり、累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤洋平が人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。どうも二藤です。どうも酒井です。金曜日になりましたので今日も、配信していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ今日の内容はどういった感じでしょうか。はい、今日もですね、たくさん質問いただいた中からピックアップしたんですけれども、はい、応援される人になる方法っていうことで、質問が来てるんですね。はい、二藤さんのこうなんか Facebook を見ていてこう、20シェアとかね、はい、すごい電子書籍出したら応援してますとか、はい、買いましたとか、ランクインしたらねおめでとうございますとか、うん、すごい応援されてると思うんですよ、ね。うんうんうん。そういう人になるにはどうしたらいいのかなっていう部分で質問が来てます。はい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 、はい、なんか応援されるためになんか意識してることとかあるんですか。もういい、そう言っちゃうとなんかねあれですけど、まあでもまずその相手にこう与えるってことじゃないですか。与える、提供するというか、はあはあ、うん、そのなんて言うんだろうな、最初からこうギブアンドテイクでそのじゃなくて、うんうん、何かをしてあげるんだからやってよってんじゃなくて、とにかくそういうのなしにガンガンこう相手が喜びそうなこと、うんうん、ことをやってあげるというか、うん、っていうことが、まあ、後々につながるんじゃないですかねっていう感覚でやってますね。うんうん、で別にこうじゃあこいつ今後ねなんか応援させるためにとか、うん、なんかシェアさせるためにとかに意識してやってるわけじゃなくて、うん、そう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 、普通に相手の求めてることをただやってる、うん、そう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 、それが、まあ、相手にとってこう嬉しくて、うん、じゃあ二藤さんにお世話になったから、うん、じゃあ今度は返そうっていう、うん、そういう気持ちになるってことですか。そう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 、なんかねそのあざとい感じっていうのバレると思うんですよ僕は。ああ、はあ、うん、まあ、特になんかなんていうのかな、そのギブアンドテイク的な人っていうのはそのもうすでに成功してる人とか、うんうん、人に対してそういうことやるじゃないですか、うん、なんかこの人は後でこう恩恵ありそうだなみたいな感じで、うんうん、こうごますっていくっていうかね、うん、ある意味でそういうのってやっぱバレると思うんですよ、そういう人たちには特に、うんうん、だから僕はそういう人こそ全然なんか普通にフラットにまあ、できることをやればいいんじゃないかなって思ってて、うんうん、まあ、なんか極端にこう与えよう与えようっていうわけじゃなくて、例えばなんですかね、こう、まあ、そういう人たちのじゃあセミナー行って、じゃあ懇親会の場所を迷ってたと、うん、決まってなかったみたいな、そしたらなんか自分でこう予約取ってあげるとか、うんうん、見つけてあげるとか、あとはそのセミナー会場の片付けちょっと手伝ってあげるとか、なんかそういうことでいいと思うんですよね別に。あ、ちっちゃいこと。そう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 、そんな大きいことじゃなくて、うんうん、だってそんな大きいことはね与えられる人ばっかりじゃないと思うんで。そうですよね、うん、そういうところだったら誰でもできると思うし、うんうん、例えばなんか最近肩凝ってるって言ってたら、うん、じゃあいいマッサージ屋さんを紹介します。そう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 、紹介するとか、うんうん、そんなとこじゃないですか。その見返りだって期待してないじゃないですか。それそう紹介したからってね、そうですね、マッサージ屋さんからなんかお金もらえるとかじゃないと思うし、うんうん、そういうとこだと思うんですよね、うんうんうん、何か嬉しいことを与えてあげる、うん、っていうことですかね。うん、だから僕はなんか別になんかそれはなんかな、なんていうのかな、楽しいっていうか嬉しいわけですよ、それで相手が喜ぶ姿を見ると、うんうん、ただそれだけですよ。なんか綺麗事みたいになっちゃうんですけど、でも本当そういう感覚で僕はますね、うん、相手が喜ぶなら、うん、普通にこれやったら喜ぶだろうなと、うん、それをしたら応援されるようになるっていう。そうっすね、なんか自分一人だけこうなんか嬉しい気持ちとか、うん、楽しい気持ちになっても楽しくないっていうか、うんうん、じゃなくないですか。なんかそうですね、うん、やっぱなんか人と一緒に楽しいとか喜ぶ共有するみたいな方がよりこう倍増すると思うんですよね、うん、だから普通に考えてそっちの方がいいのかなっていうのは、うんうんうん、思うんですけどね。じゃあなんかこう文章のこういうテクニックを使ったら紹介されるとか、うん、そういうことじゃないんですよね。そう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 、されるとか、うん、もう単純に気持ちがね入ってれば伝わると思うし、うん、まあでもやっぱスタッフとかもそうだと思うしね、うちのスタッフもそうですけど、うん、まあ、こうやって僕好き勝手やってるんで、だいぶもう店なんかほとんど行ってないんで、それだって普通はねこう納得してもらえないと思うんですけど、うん、まあ、やっぱ、まあ、頑張ってくださいっていうかね、
いう感じで送り出してもらえてるんで、うんうん、そこはやっぱ僕も彼らにとにかくこうもちろん給料もそうだし、まあ、給料っていうのもちょっとあれですけど、まあでも仕事なんでやっぱそこもちゃんと与えるものを与えたりとか、うんうん、やっぱ飯もしょっちゅう連れてったりとか、うん、あのよくコミュニケーションも取るようにしたりとか、そのスタッフが働きやすいような体制を整えてあげたりとか、もうそういうのはとにかくやってるから逆にそうやって応援してもらえるんじゃないかなとは思うんですよね、うん、そうなんですね、うん、まあなんかじゃあね、高校野球とかですごいね、高校球児っていうのは応援されてると思うんですけど、うん、別になんかね、じゃあ応援されるためにやってるとかじゃなくて、うん、なんか日頃の姿がこうみんなに感動を与えてたりとか、うん、それなんか何かするとかじゃなくて、うん、なんかね、自分の姿を見せるとかも、そう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 、それもね、一つですよね、と思うし、うん、確かにね、まあ恋愛とかもそうですよね、きっとね、やっぱなんか最初からね、こいつを落とそう落とそうとしてこれやったらなんかなんだろうな、こうデートしてくれんじゃないかとか、うん、そういうなんか考えでいくと多分撃沈すると思うんですよね、うん、つい出ちゃうと思うんで、いろんな表情だったりとか、はははやらしい感じになっちゃうと思うんですよ、うんうん、けどそうじゃなくて本当にその子が喜ぶと思ってやってあげた方が、うん、絶対こうね、後々こうデートしてもらえるっていうか、うん、好意を持ってもらえそうな気がするじゃないですか、うんうん、まあまあ恋愛マスターでは全くないんですけどそう、全てそういうことなんじゃないかなと、まあ、応援されるって考えるとちょっと難しいかもしれないですけど、うん、まあ、普通に、ね、あのみんな好きな人なら応援してくれると思うので、そう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 、ね、うん、じゃあどうやって好きになってもらえるかって言ったら、うん、普通にね、相手の喜んでくれることを、うん、こう考えてやる、そうそう、それだけかな、そう、芸能人とかもそうですよね、歌手とかもね、そのお客さんが喜んでくれるため そのコンサートやったりとか、うん、ね、ライブやったりとか、まあ、だってある意味金取ってるわけじゃないですか、お客さんから ね、そのグッズを作ってあげるとか、うん、それもお客さんが喜んでくれるから、まあ、やって、うんうん、でファンっていうかね、応援してくれると思うんで、うん、まあ、そういうところじゃないですかね、わかりました、はい、じゃあぜひ、非常にいいことをして、うん、応援されるようになっちゃってください年ですね、はい、わかりました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで傭兵二等 .com と検索すると二等傭兵のホームページが表示されます。そちらのページでお名前とメールアドレスを入力していただくと、二等傭兵が繁盛店の作り方について解説した動画を受け取ることができます。わずか90日で売り上げが 33% アップした方もいる動画です。必ず受け取ってくださいね。